まあ、本当に、まあ、やるしかないなっていうふうに思ってますし、自分の全てをぶつけに行きたいなって思ってるんで、まあ、一日一日を大切にしていきたいなっていうふうに、はい、思ってます。まあ、でも東京オリンピックっていうのは無観客で、なんかその盛り上がりの部分だったり声援っていうのはある意味そんなになかったので、自分の中ではパリオリンピックっていうのは東京と全く別物になるのかなって。でもあのオリンピックっていう独特な雰囲気を、まあ、知っているっていうのは、まあ、有利になるというか、まあ、パリでもしっかり自分の持ち味っていうのは出せるのかなと思ってます。全階級揃った上で各選手の目標というものをまた担当コーチからいろいろと話をした上での目標は、全員が金メダルという言葉を口にしますので、全員の目標が達成できるように、我々監督、スタッフ、コーチ全員で力を合わせて、戦いの舞台に行けるようにしたいなと思います。まあ、もうしっかりと内定、そうですね、まあ、スタートラインに立つことができたので、オリンピックまでしっかりと自分自身がやらなきゃいけないことっていうのを逆算して計算して、まあ、一日一日無駄なく過ごして、まあ、オリンピックでしっかりと2連覇をしたいと思います。まあ、あと4ヶ月いかに自分との戦いで、もう本当己自身の勝負、己との戦いだと思っているので、いかにそこを突き詰めていけるかどうかが勝負、勝利の鍵だと思っているので、これから本当に一日一日を大切にして、またそして強くなっていきます。はい。